はい、はい、わかりました。そのように。市長、州知事とのアポイントは来週以降にずれ込むようです。ですから明日の市議会への報告を。市長？市長、コーディさん。聞いてるよ、ミス・マーロ。議会への報告はよろしく。市長、あなたはこのメトロシティ12万人の市民生活を預かる立場にあるんですよ。ですから、もうちょっと真面目に。真面目なもんだろ。こうしてネクタイも締めてるし。もう、コーディさん。私、前任のハガーさんからもあなたのことくれぐれもよろしくってちゃんとしてもらわないと。ハガーさんに申し訳が立ちません。はいはい、分かってるよ、ミジ。うんちゃん、ここで止めてくれ。コーディさん、急にどうしたんですか？お仕事さ、市長。おい、そこのでかいの、これはお前のトラックか？あ？だったら何だってんだ。それとお前の面が悪いアビゲイル。は？我がメトロシティ市民の皆様におかれましては日々笑顔でいてもらいたいものですな。うわ、お前コーディ、出所してやがったのか。今は皆様の明るい市民生活を実現するメトロシティ市長だ。言いたいことがあれば市議会で聞くぜ。くぅ、ハガーがいなくなったと思ったら次がお前なのかよ。どうなってるんだこの町は。コーディさん、あんな乱暴な地域住民との語らいってやつだよ。皆様の明るい市民生活か。素晴らしいこった。確かにこの町のことは嫌いじゃねえ。だからあの時だって町を守るために戦った。そう、あの頃は世界がシンプルだった。町に救ったクソみたいな連中を殴ってぶっ倒して、それでよかった。だが今はどうだ。議会、公聴会、入札にロビー活動、仕組みの陰に紛れちまった悪どい連中は殴ったら片付くってもんでもね。だっていうのにこの俺は
まだあの頃の際限ねえ殴り合いを続けてた頃のひりついた感じを忘れられねえと来てる。どうにもめんどくせえこったぜ。ところでさっきからついてきてるあんた、俺に何か用か？どうもコーディさん、ゼクーです。忍者か。あんたみたいなのを一人俺は知ってる気がするぜ。性的のスキャンダル調査から武力支援まで、自治体運営のお役に立てますぞ。売り込みか。そんな物騒な話、予算が通るわけねえぜ。ま、いいや。とりあえず売り物を見せてもらおうか。何かとシンプルにはいかない世の中、村の働きはお任せください。シンプルにはいかない世の中、確かにな。いっそ裏の世界に染まっちまえば違って見えるのかもしれねえが。ところでまだなんか用か、あんた。なんだ、ミス・マーローか。なんだじゃありませんわ、市長。どこをほっつき歩いてるんですか。電話もつながらないし。私たちは市民の暮らしを預かる身として、いつでも連絡を。わかってるよ、ミス・マーロー。ちゃんと考えてる。本当ですか。例えば、ほら、ここの街灯切れてて危ないじゃありませんか。早速付け替えの予算を申請して審議して。はいはい。はいはいじゃありません。電球一つ取っても我が市の財政状況を考えると簡単には。市長聞いてます。市長、コーディさん。